あの子のお父さんの容体が悪化したって本当ですか？ああ、今日の夕方頃急にね。このままじゃあと数日も持たないだろう。ここ最近は良くなってきていたのに、何か助ける方法は？彼の病への特効薬がないわけじゃないけど、無理なんだ。前にも言ったかもしれないが、現状ではどうしようもない。特効薬の材料は壁外でしか取れない貴重な薬草だ。悔しいけど諦めるしかないんだよ。そんな、じゃあ壁外でしか取れない薬草なんて、でもそれさえ用意すればあの子のお父さんは助かるってこと？私探してくる。それしかないよ。でもどうやって外に出たら？え、次の壁外任務の時に薬草を探す？いくらなんでもそれは危険だよ。きっと無理だよ。自分の都合で任務の予定を変えてもらうことなんて。そっか、そうだよね。かけてみるしかないよ。一緒に来てくれるの？ありがとう、心強いよ。意地でも上官を説得して絶対に薬草を持ち帰ろう。行くよ。一緒に来てくれてよかった。必ず薬草を手に入れてあの子のお父さんを助けよう。でも無理だけはしないでね。私たちもちゃんと無事に帰らなきゃ。次だ。あの色は、助けに行かなきゃ。相手になるよ。ついてこい。置いていかないでよ。後から来てくれりゃいい。一緒に行くぜ。しっかり頼むぜ。一緒に行かせて。拠点は頼んだ。よっと、よろしくな。片付けをしっかり頼むぜ。拠点はここだね。よろしくな。相手になるよ。クリスト、救援要請か。無視はできねえ。片付けをしっかり頼むぜ。拠点を作ってくれ。よろしくな。やるな。俺も負けちゃいないぜ。やるよ。次だ。拠点は頼んだ。
相手になるよ。一番してやる。逃げた。しっかり頼むね。助かったけど無茶はしなくていい。命の使いどころは今じゃないはずだ。はい、ナナバさん。でも無事でよかったです。救援要請か。無視はできねえ。やるよ。よっと。片付けよう。やるよ。おい、こっちを手伝ってくれ。こんなもんか。よっと。ありがとうな。さすがにヤバかったよ。間に合ってよかったです。まだ生きてるみたいだな。まだ余力はあります。行きましょう。やっぱりすごいね。私なんかとは全然違う。拠点は頼んだ。こんなもんか。拠点を作ってくれ。手間がかかりそうだ。兵長、任せます。了解だ。こんなもんだ。よっと。討伐完了。あの巨人は新兵の手に余り。やるか。相手になるよ。そらよ。始末してやる。次だ。やっぱりすごいね。私なんかとは全然違う。片付けよう。私は倒す。どうだ。よっしゃ。このまま。やるよ。一緒に来てくれて本当にありがとう。あなたのおかげでうまくいったよ。これできっとなんとかなるはず。
早く帰還しよう。あの後、診療所に薬草を届けてきたんだ。これであの子のお父さんも治るかもしれないって。よかった、これであの子を安心させてあげられる。あの時あなたが一緒に長官を説得してくれなかったら、きっとこううまくはいかなかったよ。任務中にもたくさん助けてもらっちゃったし、本当にありがとう。